ここに。皆さんこんにちは、文京区でピアノ講師と、主催講師をさせていただいております杉山と申します。今日は東方次第の友人の、吉田千恵さん、今イタリアでご活躍されている、ビオラ奏者なんですけれども、今日は楽器のこととか楽器の音色のこととか、そういうことについてちょっと詳しく伺いたいと思います。よろしくお願いします。千恵さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、吉田千恵と申します。中部イタリアの田舎に住んでます。東方を卒業してからすぐイタリアに来て、で最初東方は私バイオリンで卒業、高校大学とバイオリンでずっとバイオリンだったんで、バイオリンで留学してきて、それでビオラを、ビオラも弾けたら、あ、そう、横島な理由でビオラを始めて、なんでかと、横島かというと、まだイタリアにいたいけど滞在許可証が切れちゃうなと思ったら、滞在許可証を更新するには国立音楽学校でビオラ科に入ったら滞在許可証がただ同然で手に入るぞというこう気づいて、それ26ぐらいの時、25、6の時で、でビオラ科に、その当時の国立音楽学校がただ本当にただ同然で勉強できて、で毎70ユーロくらいのイスクリチオネっていうと、要するに何なんつうの、登録料だけ、1万円ぐらいで、年間1万円ぐらいで勉強できたんですよ、当時は、ね。でそれで滞在許可証も出るし、お得じゃん、しかもビオラも弾けたら仕事も倍増えるかもしれないとか、すごい単純な計算で入ったんですけど、まあでもそこで ビオラと出会って人生が変わったというか、私普通の日本人女性からしたら背が高いんですよ、まいちゃんもご存知、だいぶ高い、ね、180cm ぐらい、ないないない、ナイスなんでそういうボケをかますんですかバレーボールの選手じゃないんです、172です、それでもナイス、172ですけど、まあ、いやもっと高く見えるね、痩せてるからかな、本当、いやそんなことない、172だから、まあでも標準よりか10センチ以上大きいわけじゃない、そうだよね、そうそう、日本人女子の平均って160ないもんね、確か、そうだよね、でそれで、でもほら子供の時バイオリンを始めた時当たり前だけどチビだったんですよ、でそのうち多分自分のから 手が長くなってくることにこうしなきゃいけないから、やっぱり肩が上がるじゃないですか、で多分自分の中でも窮屈だったんだけど気づいてなかったっていう、あとその人の声と、いや体と楽器が似てるとやっぱりこう表現しやすいと思うんですよね、で私声もそんな高くないし体も大きいので腕も長いでしょ、それでこの人、これビオラさんなんですけど、ビオラこの大きさの違いがこれぐらい違います。でこれに出会った時に、あ、なんかこうなんて言うんですか、自分に合った靴を見つけたような気持ちで、すごい歩きやすいぞこれはみたいな感じで、わかる、とっても幸せな気持ちになって、弾いてても音がね低いから、これちょっと今ピッチカードで、これがビオラの4弦ですけど、バイオリンはこっちにあります、だいぶ違うでしょ、違う、全然違うね、そう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 、このなんかで、この中途半端なこのチェロでもないバイオリンでもないこの音域がすごく私は魅力的だと思っていて、ですごくビオラが好きになった、ビオラに、でビオラを弾ける人、やっぱりビオラ人口って少ないんですよ、イタリアでも、でビオラを弾ける、あ、知恵はビオラを弾くんだっていうことがなんとなく音楽仲間の周りに知れ渡っていくと、ビオラでしか仕事が来なくなって、なんかバイオリンと両方で仕事が来ると思ってたらビオラでしか呼んでもらえなくなったんですけど今日はいったみたいな感じで、だね、でもね、自分よりも うんと才能があってうんと上手なバイオリニストと一緒に現代音楽とかでアンサンブルとかやらせてもらうと、アビオラになってよかったって思った、あ、なるほどね、そう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 、そんな感じで、なんだっけ、そう、どこ、あ、で、これみんな日本では弦楽器っていうじゃないですか、だけどこれはイタリア語だとストルメントダルコっていうんだけど、指楽器っていうんですよ、イタリア語だと、
で、それがすごくいい、うまい言い方だなと思ってて、なんでかっていうと、うん、やっぱり私たちの、このなんていうの、技術とかの鍵を握ってるのって弓だと思うんだよね。で、子供にも、まず弓をすごい教え、私は徹底的に教えるようにしてるんだけど、だからなんか、意外と皆さんを、こっちの方が大事だと思ってるけど、実は、そういう専門家の、弓屋さんとか楽器屋さんとかの話と、実は、弓って 80% ぐらいの割合を占めてるくらい大事。すごいね。でも確かにそう、技術的なことは全部こっちでやるから、私たち、ほとんどね。で、こっちはやっぱ、なんていうの？音程とビブラート、ね。だけど、それとまあ、これを使って音を鳴らすわけだけど、でも飛ばしたり、なんだって、速いのやったりとか、全部ね、こっちだから、そうなると、まあ、ストゥルメントダルコっていうのは、上手な言い方だなと。最近思いますけど。へぇ、っていう感じでよろしいでしょうか。はい。あとイタリアはほら、クレモナがあるから有名な、ストラディバリウスが生まれた。あ、そうだよね。ね、そう、クレモナがあるから、まあね、こっからクレモナは遠いんですけどね、ボローニャに住んでた時は知り合いがいるからよく行って楽器見てもらったりとかしてましたけど、もし皆さんも興味があったら、旅行したと言ったら、クレモナ行ってみてください。小さくて綺麗な街です。はい、ぜひ留学を考えている方は、イタリアも素晴らしい音楽のね、なんかあれだよね、宮崎駿の耳を澄ませばにも出てくるよね。出てくるよね。バ、うんうん、イオリンのなんか作る方の、ね、そうそうそう、クレモナだよね。宮崎アニメ自体がイタリアすっごい出てくるでしょ。イタリアの風景、そう、イタリア好きだよね、そうそう、私初めて留学してきた時に6月に、ペルージャっていう町に語学留学してきたんですよ、最初。で、そこで駅を降り立った時に、ああ、宮崎の世界だって思ったんですよね。赤い建物、古い建物の上にツバメがわーって飛んでて、すっごい綺麗で、夕方の夕焼けに生えてて、わー、宮崎の世界、宮崎ワールドって思った。宮崎ワールド見たい。98年の夏でしたけど。すごーい。じゃあすいませんけど、ちょっと告知をまたさせてください。はい。CD 買ってください。それから、クリスマスはぜひ、こちらのヌーベルバーク2022にお越しくださいませ。クリスマスイブね。日本はもうコンサート会場入場宣言とかしてないんですか、コロナ。あ、この前サントリーはしてなかったね。ああ、そう。全くしない。じゃあもう普通に入国もできるようになったし、旅行客も受け入れてるし、もう普通の世界に戻ったのかな、日本も。まあ、ウィズコロナだよね。まあね。でも気にしててももう生きていけないしね。そうだよね。ありがとう、ちえちゃん。いえ。この回はじゃあ、ここで一旦切ります。はい。さよなら。さよなら。